ルールシュターレ X4 はドイツが二次大戦中に開発していた優先誘導式空対空ミサイルである。本兵器は敵爆撃機の射程圏外から発射できる誘導兵器という設計概念のもと、1943年から研究が始まった。実験ではフォッケウルフに搭載され、発射されると回転しながら1150キロ以上の速度を発揮し、 1.5 から 4 キロメートルの射程の間にもこの速度を維持することができた。当初は探査機での使用を目標としていたものの、ミサイル誘導と機体操縦を一人が同時に行うことは不可能であると実験で証明されて以降は複雑向け装備とされるようになった。 X4 は簡単に組み立てられるよう設計されており、大戦末期には使用可能となっていたものの、ドイツの敗戦によって実戦配備されることはないまま終わりを迎えた。ちなみに戦後の各国のミサイル開発ではこの X4 の多くの部分が基礎となっている。